中勤のメンバーのアッセンっていうのはどうなんですか。あ、いや、なんか自分が走る側なんですけど、はい、あの番組さんの方が心配なんで僕代表になるし、いろいろ苦情は出るやろうけど、まあ、あのできる限りフォローをさせてもらいます今回はね、走る側ですから、ね、これ四日市の開催やったら、いろいろ太田さんが聞かなかったんですよ。白い鍵かけながらですねやりにくいっていう人もいるでしょうし、はい、割り切ってていう人もいるでしょうし、まあ、そうですよね、うん、見てる側はね、どうなるのかなって楽しみでしょうけど、多分この辺のお客さんの馴染みの選手ばっかりなんで、三重県の選手とかも、はい、参加選手じゃない人はなんかちょっとニタニタ笑いながらどうなるかなみたいな。それは間違いないです。もう明日コメント出しました。いや、一応志望生も聞いてから。あ、まだ会ってないですか。後輩から皆さん会いました。会いました。あそこから先輩の時コメント出してまだ三重さんにいますので、しっかりと決まるように、はい、ご自身の感じどうですか。何年やっても初日走ってからっていう何年やっても何年やっても分かんないですね。緊張するんですけども走ってみないと本当にそうですね、そんなに緊張は、まあ、はい、心地よい緊張で心地よいですけどねしっかりやることをやって、ガールズのお弟子さんが、そんな大層なもんじゃないですよ。弟子とかそういう、はい、弟子とか師匠とかそういう大層なもんですよ。福市からね、蹴り学校に来てる方、若い子らとか皆さんで練習一緒にしてもらってるんで、僕はもう全然本も出せないぐらいなんで、はい、そういう人が言ったところで説得力がないと思うんですけど、その名前だけさせてもらいます。